は開業以来、旧国鉄時代の1970年代後半から80年代前半に製造された車両115系を走らせてきた。7月に引退した S6 編成、S23 編成の計5両を含め、JR 東日本から62両を有償で譲り受けた。その後も保安装置の取り付け、ワンマン運転への対応などで改造を重ねてきた。だが、老朽化は目立つ。しなの鉄道によると、10分以上の遅れにつながった故障は今年に入り10件。頻度が増えているという。同じ車両を走らせている鉄道会社は全国で他に2社。すでに製造されていない部品も多く、交換部品の調達先がない悩みもある。2017年、115系に代わる車両を探そうと、各課からの25人ほどでワーキンググループが発足した。40年使用するが大前提だった。メンバーの一員は話す。中古車両の購入も選択肢にあったが、機器更新コストや故障率の高さが課題に。他社が車両を手放すのを待つことになるため、候補から外れた。国内の車両メーカーから新車の提案を募った。最大勾配が 25.2 パーミルときつい。冬の冷え込みは氷点下20度になる上、降雪も多い。全国を見渡してもこれだけ条件が厳しい路線はあまりないと担当者。 JR 東日本グループの総合車両製作所横浜市が、新潟県内の JR 線で実績のある E129系を一部仕様変更した車両を提案した。今の SR1 系だ。2両1編成が約4億円。中古車両を購入して機器更新するのと比べると2倍だ。一方、検査や修繕の頻度が減る上、車輪の回転で発電して架線へ戻す回生ブレーキによる省電力性があるため、更新前と同じ59両を導入した場合、35年間の維持費は中古の半分、約250億円との試算もあった。第三セクター運営会社にとって、新車はあまりに大きな買い物では博打だ。新型車両 SR1 系の導入には SNS 上で、あるいは直接しなの鉄道に不安視する声が届いた。一方で沿線自治体からは理解の声の方が大きかったという。同社は綿密な検討と試算を重ね、利益を見込める車両として自信を持って導入できると胸を張る。7月に導入した SR1 系6両は、普通列車のほか、5年ぶりに復活させた通勤向けの有料快速列車として、平日は長野上田間を中心に運行。用途を広げ、乗車1回あたりの運賃収入を上げようとの狙いからだ。土日祝日に長野、妙高高原軽井沢間で運行する観光列車、軽井沢リゾート号、おその一つだ。料金は運賃と指定料金500円。テーブル付きの座席で千曲市のパン店が手掛ける軽食を楽しめる軽食付きプラン。2000円もある。
軽井沢リゾート号の運行は集客力がある軽井沢地域から沿線観光地へと観光客誘導する戦略と直結する。軽井沢町を訪れる観光客は841万人余りに上る。一方、その多くは日帰り客で、しなの鉄道の利用も軽井沢中軽井沢間から先が伸びないという課題もある。地元には軽井沢を訪れた観光客がしなの鉄道で沿線観光地へ足を伸ばせば、宿泊者の増加と各市町村の観光客誘致につながるとの期待がある。同社は沿線の自治体、観光局などで作るしなの鉄道沿線観光協議会会長は、これからは広域観光の時代、沿線には日本遺産、夜景、城、温泉、日本酒やワインと魅力がたくさんある。市町村連携の軸として SR1K に期待していると話す。念願の SR1K デビューは新型コロナウイルス感染拡大の真っただ中となった。感染防止のため軽井沢リゾート号は指定券販売数を座席の半分ほどに抑えている。十分に効果を発揮できない状況下だが、7月の指定券がほぼ完売。手応えを得ている。新型コロナの影響による収益圧迫を背景に、同社は2019から26年に新型車両52両導入するとした計画の見直しを進めている。具体策については、あらゆるコスト削減を行っているが、新型コロナの終わりが一切見えず、まだ見通しが立てられないとする。期待を背負いながらも順風満帆とは言えない状況での船出となった。